美濃公園昆虫館は大阪府美濃市美濃公園内にある博物館、大阪府への昆虫館、美濃公園内にあるので観光客も多く訪れている。同公園を含む一帯には豊かな自然林が広がり1967年には明治の森美濃国定公園に指定されている。昆虫を広く紹介するため、1953年に昆虫館として開園。 約7万点余りの貴重な昆虫標本を所蔵している。展示内容では世界各地や地元未能に生息する昆虫の標本が多数展示されている。生態展示コーナーや映像シアター等の常設展示のほか期間限定の様々なテーマによる企画展示も行われている。また館内には1年を通じて蝶が温室内を 自然に飛び交う姿を観察できる包丁園が設置されている。常設展示企画展示、インパクト、インセクト展2019年9月18日から2020年1月13日、比べてみて2019年6月5日から9月16日、色集め2019年1月16日から6月3日。 ね、関合同店最強のカマキリ2018年9月5日から2019年1月14日、アゴトカクテ2018年5月23日から2018年9月3日、裏表店2017年12月20日から2018年5月21日、鳥羽値上げ派店2017年9月6日から2017年12月18日、きらめく。 昆虫展2017年4月1日から2017年9月4日、バナシ町園、郵便番号562-0002大阪府、美濃市美濃公園1-18、千地万蔵自然史博物館八坂書房1998年。ありがとうございます。